マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。40代を過ぎた頃から、なかなか体重が落ちないなんてことないですか？そんなあなたに、40代、50代でも痩せる朝食があるんです。美味しく食べながら、綺麗に健康的に痩せたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。40代50代でも痩せる朝食トップ5、詳しくお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの朝食で痩せることができるのか、その理由と、2つ目、40代50代でも大丈夫ですよ、食べて痩せる朝食トップ5、詳しくお話しますね。では1つ目の項目です。なぜこの朝食を食べると40代50代でも痩せることができるのか、その理由はズバリこちら。あなたの腸内環境を整えてくれる朝食メニューだからなんですね。すごく大事です。根本的に痩せ体質でなければ、どんなに運動を頑張ったところで食事制限をしたとしても、待っているのはリバウンドなんですね。ではどうすればよいか。この朝食を朝からしっかり召し上がっていただくことで、あなたのお腹の中に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを優位に元気にしてあげることができるからなんです。私たちはですね、年齢とともになぜかデブ菌と呼ばれる悪玉菌が年々増えていくんですよ、というですね、体の仕組みを持っているわけですね。ですからそこに負けないように、年齢に逆らって自分の力で痩せ菌たちをこの朝食で増やしていきましょう。そうすれば根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができますから、ぜひここから取り組んでいくのが最速最短の方法ということになります。それでは2つ目の項目です。40代50代でも痩せる朝食トップ5ということで詳しくお話します。まず1つ目の食材はこちら、玄米になります。私も先ほど自宅のこの玄米持ってきたんですけれども、こちらですね、もう玄米 100% 私は毎朝食べてるんですね。白米と比べますと玄米は低 GI 食品なんです。簡単に言うと、太るもと血糖値の急上昇が白米みたいにバーンと上がらないので、緩やかに上昇することで、その間あなたは白米を玄米に置き換える、変えるだけで脂肪を溜め込みにくくすることができるんですね。しかも栄養が白米と比べていっぱい入っています。その食物繊維等と栄養がその腸内環境を整えてくれることで、あなたは代謝が上がったり、しっかりと栄養を取れることで痩せるホルモンの材料をそこでしっかりと取り込むことができる、いいことがいっぱいなんですね。ただしいきなり玄米食 100% にされますと消化不良を起こす可能性がありますから、よくよく噛んで、できれば100回ぐらい噛んで玄米は召し上がってみてください。そうすることで消化吸収も良くなりますし、何よりも満腹中枢が刺激されますから、食べ過ぎ防止にもなる、一石二鳥という食べ方になります。それでは2つ目の食材はこちらです。味噌になります。味噌は大豆製品ですが、大豆製品が発酵したこの味噌がおすすめですから、朝からしっかりと具沢山のお味噌汁を食べてください。こちらはですね、私がたまたま見つけた無添加オーガニック味噌ということで、有機栽培されたお米と有機栽培された大豆と塩、もうこの3つだけでできて、しかも塩分がですね、少ない減塩タイプだったので、JAS マークもついていて安心安全のお味噌を選んで食べています。いろいろ私もお味噌汁大好きなので、お味噌はいろいろなお味噌を使っているんですが、今日はちょうど家にあったのがこのお味噌でしたからお持ちしました。あなたもですね、メーカーは問わないです。とにかく痩せたいなら無添加のお味噌を選んでくださいね。そしてやはりお味噌っていうのは、大豆製品が発酵したものですから最強です。なぜかというと、痩せ菌たちが大好物な食べ物が発酵した食品だからなんですね。ここにたっぷり具沢山のお味噌汁作ってくださいますと、この腸内環境を整って、しかも大豆ですからイソフラボン、特に私たち女性にとって嬉しい女性ホルモン、
エストロゲンに似た働きをしてくれますのがこのイソフラボンですから、しっかり朝から補っていきましょうね。そうすることで脂肪燃焼効果やコレステロール値を下げてくれたりですね、そういったいい働きをしてくれますから、ぜひ取っていきましょう。で、他にも植物性の高タンパク質が取れますし、大豆オリゴ糖も取れます。コレステロール値も下げてくれるといった、こういったね嬉しい効果がたくさんあるのがやはり無添加のお味噌を使ったお味噌汁になりますので、日替わりで具を毎日毎日旬のお野菜だったりお豆腐等々タンパク質を入れた味噌汁ですねを召し上がってくださいね。では3つ目の食材はこちらです。海藻類になります。私はこの便利な国内産の海藻サラダ、水に戻してあとは手作りドレッシングでパパッと食べるだけっていう、もう時短ですね。簡単で美味しいというのが私のモットーなので、こういった便利な海藻サラダのキットを買っています。いっぱい入ってますね、5種類かな、はい、入っているんですけども、あなたのお近くでもスーパーに無添加のですよ、無添加の添加物がたっぷり入ったドレッシングなんかがついていない、もう海藻のみを購入してください。せっかくの海藻サラダなのに添加物たっぷり入った糖質、太るもと、化学調味料、人工甘味料、たっぷり入ったドレッシングをかけて召し上がってしまっては元も子もありませんので、そこだけ注意されてくださいね。海藻類やっぱり便秘改善ですね。もしなかなかお通じすっきりしていない方、毎日出ない方、出るけどなんか出た感じがしないっていうね方は、やはり水溶性食物繊維が足りていない証拠です。そこで大活躍してくれるのがこの海藻類ですから、しっかりと便秘をまず治しましょう。便秘の方は悪玉菌がいっぱいいる、お腹の中で食べ物が腐っていくわけです。よくないです。なかなか痩せにくいので、きちんと便秘改善の意味でも海藻類は毎日食べてください。しかも低カロリー、もうカロリーは気にしなくていい。ただしドレッシングは気をつけましょうでしたね。そして食欲を抑えてくれる効果もあるので、朝からしっかり海藻類を食べますとその日1日の食欲をぐっと抑える効果もあります。でまた嬉しいですよね、太るもと、血糖値の急上昇も抑えてくれますし、何よりも見た目、いかがですか、体重落ちたのにむくんだまんまでは全然すっきりしないので、あら、なんか最近痩せたって言ってもらいにくいんですよ。もったいないと思いませんか、せっかく体重落ちたのにね。ですから見た目もすっきりするためには、こういったむくみ改善効果の高い海藻を朝からしっかり召し上がってください。では4つ目の食材はこちら、納豆になります。これは先ほどお味噌のところでもご紹介しましたが、大豆製品、そして納豆も発酵してるんですね。もうこれ最強です。ちょっと見ていきましょう。納豆はまず発酵食品なので、先ほどお伝えした通り痩せ菌たちの大好物、善玉菌を増やすことができます。そして納豆菌がまたこれすごい大活躍するんですよね。普通いろんな陰菌は胃酸や熱に弱いので生きたまま腸になかなか届いてくれないのが現状なんですが、納豆菌は強い、生きたまま腸に届いてくれますから、そのまま善玉菌たちがわーいって、来た来た餌が来たって喜ぶわけですよね。そうすると痩せ菌たちの種類が増えて元気になって、あなたのことをどんどん代謝を上げてくれて痩せるわけですから、ぜひ納豆召し上がってください。で他にも脂肪燃焼効果や脂肪を溜め込みにくくしてくれましたり、まあ、同じですね、女性ホルモンを補ってくれる、血糖値の急上昇を抑えてくれる。でポイント、朝からしっかりとタンパク質を食べている方は痩せる。なぜかというと、人はですねある一定量のタンパク質をちゃんと取ってあげない限り食欲が収まらないんですよ。一番良くないのがこんな朝食ですね、時間がないって、おにぎり1個だけ、パン1個だけ、あとコーヒー1杯、おしまい。すぐお腹すきます。あっという間にあなたはもう9時10時になったら、あ、なんかつまみたいって、で食べる、でお昼も食べる。でもお昼も結局タンパク質を取らずに麺類だけとかね、するとまたお腹すく、でお昼過ぎてまたおやつを食べ、夜が来て、そういうこう悪循環になる。その悪循環を断つためにも朝からしっかりと必要なタンパク質を摂ること、これがとっても重要になってきます。では最後5つ目の食材は
こちら卵になります。できれば良質の卵、産直で餌にもこだわっているようないい卵を選んでくださいね。卵ってすごいんですよ。食物繊維、ビタミン C 以外の全ての栄養がこの1個にこうギューッとね入っているという、もう完全栄養食品って呼ばれています。で、私はですね、先ほどお伝えした食材、玄米に納豆と卵と有機栽培のその大豆の醤油、卵がけ醤油をかけた、まあ、卵がけ納豆ご飯にしていただいたりするんですよね。めちゃくちゃ美味しい。しかも簡単。これだったら、あ、忙しい朝でも食べることができるなって、こう工夫次第ですが、ぜひ皆様もですね、今お伝えしたこの5つの食材をバランスよく、できれば全部、難しい方は組み合わせていかようにもできますから、ぜひしっかり朝食べながら、タンパク質、必要な栄養を摂取しながら、その日一日の血糖値の急上昇を抑えて脂肪をためない、そして食欲を朝からしっかり抑えていただいて、その日一日なんか口寂しいとかね、あ、お腹空いたってならないようにすると痩せます。そして素晴らしい今の朝食は腸活メニューですよ。あなたが年々年を重ねて悪玉菌が増える、そこをしっかりと食べ物で逆転させる、この仕組みを知っていただきますと、本当に腸から整ってあなたは健康的に綺麗に痩せることができます。ぜひ試してみてください。では今回のお話は以上になります。今すぐ取り組んでみてくださいね。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、そして実際食べてみてこうなりましたっていうコメントですね、いただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。